マグロ藤田楽天市場店、失敗しない冷凍マグロの解凍方法をご紹介します。当店では最高のマグロを取り揃えておりますが、解凍方法を失敗してしまいますと、どんなに素晴らしい品質のマグロでも美味しくお召し上がりいただけません。決して難しくはありませんので、正しい解凍をお願いいたします。マグロが届きましたら、すぐに箱から出して冷凍庫で保管してください。なお、電子レンジや自然解凍はお勧めしません。必ずこの解凍方法をお試しいただけますようお願いいたします。まず最初に、マグロの柵の表面を軽く流水で洗い流します。切り子が見えている場合は必ず丁寧に洗い流してください。白い油がなくなるまできれいに洗い流してください。塩分濃度 3% から 5% の温塩水を用意します。温水1リットルに対してお塩がだいたい 30g から 35g、 大さじ1杯強から2杯分ぐらいです。お湯の温度は35度から40度に設定してください。塩分濃度は若干高めの方がマグロの発色は良くなります。解凍後に軽く流水で洗い流せば塩分はそんなに気になりません。浸透率の関係で柵がしょっぱくなることはありません。塩分濃度が低いと解凍に失敗する確率が高まりますのでご注意ください。先ほど用意した温塩水に柵をつけ溶かします。夏場で1分、冬場で3分つけてください。なお、最初の30秒で裏返してください。白くなってびっくりするかもしれませんが、もし表面が白くなってもこの後の工程で元に戻りますのでご安心ください。柵を取り出しましたら、流水で軽く塩水を洗い流します。温塩水から取り出し、表面の水分をキッチンペーパーや清潔な布巾などでよく拭き取ってください。柵をキッチンペーパーや清潔な布巾などで包んで、お皿にのせ、ラップをかけ、冷蔵庫で1時間以上寝かせます。冷蔵庫で2時間寝かせたものを取り出しました。できましたら3時間から5時間程度寝かせていただければ、さらに美味しくお召し上がりいただけます。ただし6時間以上寝かすと変色の可能性がございますので、お早めにお召し上がりください。多少身が縮むことがございますが、鮮度がいい証でもあるので品質に影響するということではありません。ご安心ください。綺麗な赤になったら美味しい証拠です。